ただしドラゴン、貴様に再び昇竜波を打てる力が残っていたらな。くらえ！神竜！ペガサス！流星剣！何？かすっただけとはいえ、このミロに剣を当てた男は、ペガサス流星剣！無駄だと言ったはずだ！でやー！よく見てるがいい。ロザン昇竜波ペガサス流星剣、ディアスコーピオンの牙を。ディストリクション！なんだ、この氷の結晶は。聖夜、シリュウ、シュンを連れて先に行ってくれ。この程度の霊気で俺の動きを止めることなどできんと言ったはず。何？スカーレットニードル！スコーピオンの15の星を表している。その15の星の跡が体に埋め込まれるまでに答えを出さなければ死ぬぞ。おふかしか。どっちだ、氷河よ。ただし過去においてスカーレットニードルを15発全て受けた人間はいない。戦うことだけだ。ダイヤモンド！戦うことだけだ。ダイヤモンドバット、スカーレットニードル。バンタレスとはサソリ座を形作る15の星の中心に位置する赤い巨星のことだ。それよりも自分の体を見てみろ。宮にいる神湯よ、
今の氷河の声が聞こえたか。この男を戦いから外してやろうなどという甘い考えはかえってこの男を侮辱したことになるのだ。オーロラサンダーアタック、スカーレットニードルアンタレス。ジウの星が霊気となって俺の体に打ち込まれているとは。氷河。